ははいこんにちは、えー、今日はですね、6炉の話を僕なんかがしていいのか分 <laughs> かりませんがあ、ちょっと調べていたらとんでもないことになったので、えー、順番にお話ししたいと思います。まあ、先日ですね、皆さん6炉はどっち回転ですかっていうアンケートを行ったんですが、じゃあそのルーツとなるですね、あの右回転、左回転のそのルーツは何なのかっていうことを、まあ、調べていくうちにですね、 六郎の,の起源は何なのかみたいなところまで話がこう僕の中で進んでしまって、えー、もう訳が分からなくなったのでちょっとまとめてみましたで皆さん六郎使ってるわけですからまあ話のネタ程度にですねこういうのを知っとってもらうといいのかもしれませんでまあこれはいろんな説があるそうですもうあの相当期限古いので えー、まあ、そこはねあこんな感じなのかぐらいで、えー、あんまりですねあ僕は信用しないでもいいのかもしれませんはいじゃあまあざっくりいっていきましょうはい「6く漢字で書くと、えー、こんな字ですねじゃあこの「車編」ですねどっちも「車編」だからろく、えー、っていうあの回転する丸い円盤は結局は車輪の発明がまずないと、えー つくないよ出てこないわけですね。六輪っていうものが。だからじゃあ車輪の期 <laughs> 限はねこういう風になっちゃって、車輪の期限はいつなのかっていうと、これも諸説あるそうですが、まあ期限前5000年あたりじゃないかっていうのが定説のようです。で、その車輪はまずその車で使ってたっていうよりは、まずはやっぱりその物を回すそれが六輪で使われてたんじゃないかっていう風にも書かれて。 言いましたで、えー、そ,のそしてその、えーとね、ポーランドかなんかの土器に出土した土器に明らかに車輪のついたあ荷車みたいなものの絵があ確認されているものがあるそうでそれが大体、えー、紀元前3,700年ぐらいのものらしいです。ということはやっぱりこの辺り、ねえー、紀元前5,000年から4,000年の間には なんかその車輪という概念ができてですねあの実用化されていったみたいですねでだから要はその私たちねあの例えば車乗用車とか乗りますし、まあ、僕はチャリダーでもあるわけですが。 車輪というものがついていればですね、エンスとした車を男一人で押していくことができます。ところが、車輪がない1トンぐらいのあの鉄の塊がボンと置いてあったら、いくら押したってびくともしないわけですね。だから、車輪というものが、その概念ですね、車輪というものの概念ができたのが大体このあたりじゃないかと言われていますし、じゃあそのどこで生まれたのかですが、 これもですね、まあ、いろんな <laughs> 説があって、えー、古代オリエント、古代エジプト、古代中国、もうなんか大体その辺りで、えー、こう世界的にもう認められているようですね、出土品とか、えー、例えば絵に描いてあるとかです、ね、で,ですね。それが戦車も絵が描いてあって。 るものが結構残っててこれも紀元前4,000年ぐらいからどうも使われて戦車って今の戦車と違ってですね、えー、馬が2頭とか4頭とかいて、えー、こうなんていうかな2つ車輪がついててこう鞭でパシパシやって。 引っ張ってあのベンハー、ベンハーみたいなね、お父さん分かりますか、あのベンハーの,の奇跡のワンリール、あのシーンですね、あの知らない若い人は調べてください、まあ、あの、ああいう戦車、ああいう戦車がもうこの頃には実用化されて使われてたみたいです。で、えー、もう一回話戻しますが、車輪が発明された、えー、それによって、まずろくろの使い方をされていくわけですね。で 実際にア、えーね、アジア特にインドとかのろくろをやってる、えー、様子っていうのを YouTube で探すと結構出てくるんですよね。でこれ明らかに <laughs> 壊れた馬車の車輪みたいなものを、えー、使ってる人もいますし、えー、それから石ですね。石の丸い えー、ロロをですね、えー、真ん中に軸っていうかあの軸になる部分が裏についててそれを回して感性、えー、でこう回ってる間にこう作るっていうその。 私たちからすすればですね、あの電動ロックロ使っている私たちからすれば大きなね結局はその大きくないと回転の,もあの感性がどんどん弱くなっていくので大きなものをこうやってやるすごくやりにくそうなんですけどでもそれで十分いろんなものを作ってるわけですね。だからそういうふういいに最初車輪はどうもいきななりその乗り乗物じゃなくて、 他の道具としてですね、最初は使われていったんじゃないかということのようです。はい。で、す、え、で、ー、にこうこのね、こんなこんな話僕はしていいんですかね、わかんないけど。さあ、それで、えー、その車輪ですね。さっきで車輪がまあ、馬車、戦車になるんですが、えー、こうなるとですね。 当然動物にねあの便覧のあの馬だってそうですけど動物に引っ張ってもらわないといけないわけですからある程度その農耕文化というかそういうその文明がね栄えてないとまあ、できなかっただろうということですねそしてある程度平べったいところだからえー、っとね僕が読んだ情報だと例えばインカとかその辺は あったらしいけど、使われてないのは、多分山、山 <laughs> 行ったことないからわかんないけど、ね、そんな平べったい場所がないからなのかもしれないですね。だから、それによって、農、ま、耕、あ、文明、もしくはその何かこう文明が起きてて、ある程度その、その社会が発達しててですね。でえー、道路が、ね、あったりして、そこを行き交うための、えー、道具に、だんだんなっていく。そして、えー、六郎ですね。 自分で作ったことがある方は非常に少ないと思いますがね分かりますよねいかに丸い回ってるだけのものですがそれを作るのが大変なことか分かると思いますだから昔はそのどうもそれ専用の職業の人が当然いたわけですねまあ木があって丸太をスパッとこう切ればろくろになるわけじゃなくてやっぱり3枚とか5枚とかでこう組み合わせてですね弱くならない歪んだりしないように作って てるわけで,すよで車輪も紀元前1,000年以上の前のものでもこうちゃんとこうスポーク状にこう車輪が作られてたりとかそれはやっぱりですねあのお父さんがちょっと作ることにはいかないわけですね。それ専用ので専業で行ってる、まあ、車大工さんみたいなものがいたのは間違いないわけですから職業がこう分担されてるような文明ぐらいまでならないと、まあ、無理なのかなと。 いうことですそして、えー、こう物がくるくる回ることを利用するわけですから、えー、当然ですねあの焼き物も作りますしあと木工小木きの、えー、まあ、加工するために使ったりとかです、ね、そしてそれを水車、ね、水車も丸いあれは車輪ですよねその水車の力でまた違う車輪を回すとか、ね、こここう,こういうのあったんだと僕は想像します。そそれからですねその やっとここまで来てやっとこさじゃあ私たちの、えー、投稿、えー、つまりまあ焼き物にある人間がろくろを使っていくわけですがその回転方向がどっちなのかっていうね <laughs>、えー、まあアンケートの結果はこんな感じ。<laughs> なってるんですけど、もうねほとんど、えー、右回りの人がや多いですね。はい。で私自身は、えー、大学の時に初めて電動ろくろというものに触りました。その時に教えてくれたあ先生はえっ、ー、と書き講習だったので、えー、自分たちの大学じゃないところから来られた先生。福岡教育大の先生だったと思う。 けど、まあ、引退した先生だったのかなと、えー、小石原の人が来たかなで、えー、そ,あその人は OB だったような気がしますでその2人とも左回転でした左回転でだから僕は最初習ったわけですね。で その時僕はこんなことになると思ってないので、えー、ろ <laughs> 面白いねって言いながらも、よし、じゃあ、中央公園館の近いっで、缶コーヒー飲んでこうかみたいな感じで、いつもサボってたんですね。サボってたんですけど、まあ、とにかく左回転だったわけです。で、左回転で、まあ、そこそこ覚えて、一回熊本で失敗しますがその時も左回転でした。で、その時の、えー、っと人も左回転だったかな。で、だから、あの界話にいた人は、 結構左だったのかなまあだから九州ちょっと左が多かったイメージはあるんですがえ後々わかりますが有田で修行した人たちっていうのは右回転なんですねだからその流れがですねどうもいろいろあるみたいですで えー、僕の話に戻しますと僕はそれから愛知県の、えー、瀬戸市に、えー、移るわけですねそこでまあ10年ぐらい頑張るわけですけど最初に訓練校に入りますまあ幼魚高等技術専門校ですけど訓練校通称訓練校に入った時に僕左回転で。 覚えてます覚えてます大したことできませんよただ触ったことあるけどそれは左回転だったというレベルですそれから、えー、丹波から来た同期のあ、まあ、一野くん <laughs> そ,の <laughs> その一野くんも左回転だったんです、えー、彼の、えー、と父さんも左回転だったのかなで彼が、えー、言ってた短大だったか美大だったかでやってた時も左回転だったそうですだから 彼と僕は左回転なんだけど、訓練校は右回転なんですよ。だから、あのー、先生にですね、まあ、K 先生にですね、すみませんあの、僕たち左回転なんで、西日本なんで、みたいな感じで、左回転で行かせてもらいますとか言ったら、あ、ダメだって言われて、いやいやいやダメだじゃなくて、みたいな感じ言ったけど、いや、もうぜ絶対ダメって言われて、僕はそこで、えー、もう終わったと思いました。僕の人生は、焼き物人生はもう1年目にして、もうなんか、 なんていうかビリッツからスタートみたいなね <laughs> なんかスタートしたと思ったらエンジン止まって一週週間遅れみたいな気持ちでうわーと思ったんですけど、えー、まあ後々ですねその一ノ君と僕とはすごい頑張ってあの行くんですがまあそこで右回転に強制させられましたはいでこれね教える立場になった僕としてはわかります、えー、逆に教えるってものすごくやりにくいですので。 ね、右投げしてる人がサウスポーに教えるみたいな感じになるのでちょっと変な感じだなとは思うので僕も、えー、ゼロから講座に来た人にガタガタ説明せずにいきなり右回転で教え始めますので、えー、習う人は何も疑問に思わないと思います。で、まあ、とにかくそうやって右回転に強制されました強制されていくんですがなんとですね これ YouTube とかネットで調べた範囲ですがどうも中国は左みたいですだけ,どだけど韓国はどうも右が圧倒的に多いようですそれから欧米ですね欧米例えばヨーロッパとかアメリカの人たちの動画を見るとですねもうほとんど全員左ですね左回転してます で日本はさっき言ったように理由で、えー、最近はこちら九州西日本でも左回転の人を見ることはねだんだん少なくなったような気がしますしえっ、ー、とねリアルに左回転でやってる人って僕知ってるかなああ1人、えー、生徒さんでいましたねもともと習ってたとこが左だったからその人は矯正せずにも左でやられてたんですがそれぐらいですね。 だからこの10年以上こう不幸、まあ、僕の範囲ですけどその教えてる中で出会った人たちの中で経験者で左回転だだったののはその人だけですねで。これやっぱさっきの学校のね訓練校の話につながると思うんですが結局どっかそ,のなんかその地方の産地窯元そういうところから「お前ちょっとあの俺とは違って学校行ってちゃんと勉強してこい」って言われた人たちが。 まあ瀬戸田の中央にこう勉強にね、えー、訓練校とか美大とか行くとしますよねそしたらそこにいる先生がおそらくほとんど右回転だと思いますそうなると右回転に強制されてしまうかそもそもゼロの状態で右回転を覚えてしまうんじゃないかなと僕は思いますねで えー、なぜ有田が右回転なのかは <laughs> なんか体力系のあれなんですかねじゃあ唐津とかに左回転の人がいるのは半島系なんですかねなんかそこがね分からないで昔から言われてるのはテロクロク手でこう棒でこうやって回すあれって右回転なんですよ。でケロクロは左回転とか言われたんですがでもケロクロもですねここれ僕の足だとしたら向こうへ 蹴るよりは手前に蹴るのが多い気がしますしあのー、な何だろうなだから多分向こうへ押すっていうよりは引くっていう感じノコギリも欧米の人って向こうへ押すように刃がついてるんですけど日本の場合は引きますよね包丁もこう引きますよねでろくろも水引きですよねだからどうもその辺かなと思いますそして えー、削りは左回転っていう人がこれまた僕もそうなんですが圧倒的に多いで訓練校の時は、えー、電動六路の授業は全部右回転でやらされましたで動力六路の時は左回転でやらされるんですだから削りだけは両方でできるように、えー、教わるわけですねでそれもですね、えー、今少数派です 削るるの時は左回転でやるなぜならカンナを持つのは右手の人が圧倒的に多いから左回転の方がやりやすいじゃないですかね右手でやりやすいからだとまあ僕の想像ですけど思いますじゃあなぜ、えー、欧米左が多いのかっていうとこれも左に回ってれば右手側がこう主導権になるというかですねメインになりやすいのかなと。 特にこう袋物とかなってった時そうかなそうなった時にこのコテは右手で持つことになるところが、あのー、時計回りの右回転だと左手で僕は片手伸ばしするんで左手で伸ばしてこういう感じでいってコテもあコテは右手になるのかだからその辺が、ね、たった、えー、皆さん回転方法、えー、どっちですかっていう何の気なしのアンケートを取った。 えー、せいでですねなかなかあのお利口になってしまったわけですが、えー、そういうふうにですねあの考えてみるって、えー、いろんな人のね世界中のの、えー、焼き物の動画見てみるとと面白いなと思いな思ます昔ですねあのテロクロだったこうやってやってウィーってやってたりケロクロだった、えー、そういう工房にですね動力が入った時一、えー、個その動力源があったら。 シャフトをこう回しててねそれこそ,その水車じゃないけれどそこにこうベルトがかかっててそれでこう複数のものを動かすとその時に6ロ,ロもベルトでつながってベルトをつけたりこう離したりするレバーがあるだけの状態ですねそうなるとその6ロ,ロは右回転にしておけば 右回転しかしかないわけですよその、ね、ベルトかけてるで回ってるシャフトも同一回転ですからだから結局は右で作って右で削るっていう風になったり左で作って左で削るっていうことになったんだと思うんですが今の電動六郎はどちらでも好きなように切り替えられるから、えー、やっぱりあの習った時は右回転だったけど削りは素直に左手に持ってる方がやりやすいから。 やり回転っていう人がまあ圧倒的に多いのかなと思います。 まああの六郎ですねこういうことを、えー、知っておく必要はないですけど一つのですね「あのへ,ーへーっていうねあのこうネタとして皆さんねせっかくろくろやってるわけですから知っておくとですねいいと思いますもちろんこの辺の話あ,のあまりにもざっくりしててツッコミどころも満載なんですがこれもねよかったら皆さん調べてみてくださいそしていろんなところに旅行や観光で見に行った時に どっちに回ってるかとかですね、ケロクロの人は向こうへ蹴ってるのか、手前に蹴ってるのか、右足なのか、左足なのか、大体いい右足だと思うんですが、そういうことを見たら面白い、面白さを感じるんじゃないかと思います。まあ、ちょっと今日ね、長くなりましたけど、いやー、ちょっと俺がこんな話していいのかなと思いましたが、話のネタにですね、周りに広めてあげてください。良ければチャンネル登録もよろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。